マイプ解説してください。任せてください。どうも皆さん、こんにちは。古生物チャンネルのラー油です。今回は2023年の NHK にも登場したメガラプトルの仲間のマイプについて解説していこうと思います。それでは早速解説していきましょう。マイプは中生代の白亜紀末期のアルゼンチ付近に生息していたメガラプトル類に属する肉食恐竜です。マイプの推定全長は9メートル前後とされていて、胴体の幅は 1.3 メートルほどと図鑑などで表記ています。マイプはかなり頑丈な作りだったと科学者たちの間では考察されています。メガラプトル類は後期白亜紀前半の南半球におけるカルカロドントサウルス科の絶滅をきっかけに巨大化していきました。そしてメガラプトル類はアベリサウルス科の恐竜と共に頂点捕食者の地位に上り詰めたのではと科学者の間で考察されています。ちなみに日本に生息していたフクイラプトルは同じメガラプトルの仲間です。みんな大好きフクイベナートルはコエルロサウルス類なので、また別の種類の恐竜となっています。マイプの解説は以上になります。マイプの由来は冷たい風で人間を遭難させる悪霊から来ていることを知っていますか？ご視聴いただきありがとうございました。この動画の最後にマイプの論文を載せときます。